東京の皆さん、こんにちは、東方神起です。今日天気いいですね。みんな大丈夫ですか？盛り上がってますか？じゃあ皆さん、じゃあこれからこの暑さに負けずに一緒に頑張っていきましょう。はあ、そうですね、今日はちょっと暑いですね。暑いですね。暑いですね。でも暑さに負けないように、はい、頑張りましょう。頑張ります。はあ、メンバー一人は暑くてなんか後ろに逃げたらしいですけど。いやいや違う、もう来たらすぐ始めましょう。そうですね、ライブってこの小さい問題っていろいろありますね。それがライブの魅力じゃないかなと思いますね。そうですね。ああ、なかなか時間かかっちゃいますね。かかりますね。皆さん暑いですか？ああ、頑張っていきましょう。それしかないですね。私も頑張っていきます。はい。今日最後までエネーション楽しんでいってください。さあ。じゃあもう少し時間かかるらしいですね。皆さん今暑いですか？今日僕たちと皆さんが暑さに負けないように頑張るぜ。いいですね。あ、今日の雰囲気こんなこと初めてですね。じゃあ自分たちもびっくりしてる。何をするか。東進の単独ライブでは結構こんなこといっぱいあったんですけど、こんな単独じゃないこんな A ネーションみたいなステージで、はい、こんなこと始めたんですけど、結構困りますね。めっちゃ困ってますね。ゆうちゃん戻ってきたらですね、罰ゲームとかやらなきゃいけないです。今日楽屋で罰ゲームしましょう。はい、天気いいな。本当に申し訳ないです。はい、右の方がすごく暑らしいですね。大丈夫ですか？おお、もう本当に輝いてますね。なんかはい、ここ前からちょっとやりたいことがありますよ。何ですか？こんなに今日のお客さんがすごいんじゃないですか。それで一緒に煽りたいことがあります。はい、何ですか？何ですか？僕たちが東方言ったら新規って叫んでください。はい、そういう話です。ああ、叫んでもらったら嬉しいですね。それちょっと、ああ嬉しいですね。本当にそれ、はい、叫んでもらったら。煽りって言えば煽りなんですけど、ちょっと暇つぶしに見えないですね、僕は。ああでもまずやってみたいです。さあお願いします。皆さん、東方みんな叫んでください。イエー。あ、すいませんでした。来ました。すいませんでした。何を言ってたんですか？ちょっとトイレ冗談、いろいろ問題があったんで、すいませんでした。そうですね、申し訳ないです。じゃあ次の曲に行きましょう。はい。次の曲聴いてください。どうして君を好きになってしまったんだろう。